今シーズン最初の9回よもやまばなしはシーズン前の悪評から1点今や快進撃を続ける阪神タイガースになくてはならない4番になった新外国人選手マロウゴメス内野手の奇跡の変身を取り上げてみよう右膝の故障でキャンプから調整が遅れオープン戦も最後に出場した3月23日のオリックス戦京セラ B で4打数のおヒット3三振、通3 7打数で放ったヒットはわずか4本、打率235と、惨憺たる成績に終わっていた入団投手から、ゴメス4番を公言していた和田豊監督も、トラバン記者たちからの、それでも彼に4番を任せるのかという厳しい質問に、構想はしているが、全てが構想通りとは限らない、変更。 そういう準備もしていかなければいけないだろう。コンディションの問題もある。とついに、開幕4番、撤回の可能性を示唆したほど、そんな追い込まれていたゴメスが、開幕戦から打つは打つは、4月8日の DENA 戦、甲子園、で日本のタイムリーを放ち、2006年にシーツが記録した開幕から続く連続試合安打、9を抜いて、虎のスケット史上最長の、 10試合をマーク、4月30日現在で113打数37安打33打点の打率、327、打撃30優る9位、4本塁打、打率365、32打点のマートンと並び今や世界最強の助っ人コンビだ。なんとも信じられない変身ぶり、一体ゴメスに何があったのか、それはまさに、奇跡の一日、と言えた。 3月25日、その日のサンケイスポーツの一面にこんな大きな見出しが踊っていた。ゴメス4番白紙、掛布さん助けて、実戦不足を補うため急遽出場することになった25、26日のウエスタンリーグの開幕戦、中日戦、名古屋球場、その試合に、掛布正幸 GM 付育成打撃コーディネーターが帯同することが分かり、彼からいいヒントをもらえたら、 とゴメスが目を輝かせた。という記事だ。かけフ DC のウエスタン大道は、別に球団からゴメス指導を頼まれたわけではない。就任当手から予定にあった。僕の仕事は若い選手たちの育成だからね。今年は時間の許す限りファームの試合には参加するつもり、ウエスタンリーグの開幕戦に来るのは当然でしょう。ユニフォーム姿で試合前の打撃練習を見つめる。かけフ DC。 ゴメスの方から声をかけた通訳とオマリー打撃コーチ補佐を伴いゴメス監督からも右肩が下がって下からバットが出ているもっと上から畑と言われているがなかなかできないどうすれば右肩が下がらずに触れるのか教えてほしいかけフ DC 右肩を意識するんじゃなく右の軸足を意識した方がいいゴメス肩ではなく足をかけフ DC 君は踏み込んだ時に軸足の右膝が極端に折れている。だから右肩が下がるんだ。ボールを迎えに行って打つんじゃなく、右の軸足にウエートを乗せ、ボールを体の近くまで引きつけてから踏み込んでごらん。右膝の折れも少なくなり、肩も下がらなくなる。コツは構えた時、右の太ももに自分の体重を感じさせてあげることだ。 真剣な表情で聞き入っていたゴメスは打撃ケージに入ると時折、右太ももを手で触れ、一打一打、掛けフリーシーに、こんな感じでいいかと確認を取りながら打ち込み、試合に臨んだ第1打席、3ゴロ併殺、第2打席もまだ右膝が大きく折れて3ゴロ、そして迎えた6回1走者なしの第3打席、調整登板でマウンドに上がった中日の守護神。 岩瀬からファウルで粘った9球目、外角低めのシュートを見事に宇宙間へ弾き返した。驚いたのはその後だ。試合が終わるとゴメスは、ベンチ横の球場整備員室で見ていた、かけフ DC のところへやってくると、どうでしたか ?1、2打席はうまくいかなかったが3、4打席と軸足を意識して打てたと思う。これからも気づいたことがあれば何でも言ってください。 とと帽子をを取りペコリと頭を下げたのであるびっくりしたあんなに礼儀正しい男だとはそれに野球に取り組むあのひたむきな姿勢があれば大丈夫だ